ジョージ・キング・ジョージ・キングは、イギリスの植物学者である。1871年から、王立・カルカッタ植物園の監督官を務め、1890年に、インド植物調査局の最初の局長を務め、1901年に、リンネメダルを受賞した。アバリン・シャーのピーター・ヘッドの、書店主の家に生まれた。父親の兄弟も出版に携わっていた。1845年に、 父親、1850年に母親を失い、おじに養育され、しばらく出版業を手伝ったが、自然科学への関心から医師になることを決意し、1861年にアバディーン大学に入学した。植物学者のジョージ・ディッキーの教えを受け、1862年にディッキーの助手になった。1865年に MB を取得した。ウィリアム・ジャクソン・フッカーに、 海軍の軍医となって、各国の植物を収集することを勧められたが、インドに興味を持ち、1865年に募集が、再開されたインド医療団に応募し、フッカーから託された南米原産のトコンを携えて、インドに渡り、1866年4月に、カルカッタに到着した。最初に総合病院に勤務した後、医学大学病院で働いたが、肺炎にかかり、 乾燥した環境への転地を進められ、第41ベンガル府氷連隊に配属され、アーグラに赴任した。病気は改善せず、中央インドのグナなどを経て、サハーランプルの植物園に赴任した。1869年に森林局の管理人助手に採用された。この時期、余暇に植物学を研究し、急行植物を研究し、グナ地域の鳥類調査にも参加した。 森林局の改革に成功した。カルカッタ植物園のトーマス・アンダーソンが病気になり、1870年に起用した後、キングはその後任に選ばれ、植物園の監督になり、同時にベンガルイ学校の教授となった。カルカッタ植物園の耐火性を高め、植物の配置を分類学によるものに変更するなどの改革を行った。 1873年のカルカッタ動物園の創立に貢献し、ダージリンの植物園の設立準備にも貢献した。マラリアの治療薬となるキナの木の栽培に関する著書がある。ジョセフ・ダルトン・フッカーの著書、栄養インドの植物の出版に貢献した。1891年にインド植物調査局の長官に就任し、インド農業、栽培協会の会長を何度か務めた。 1884年に法学博士の学位を得て、1887年に王立協会の会員に選ばれた。カルカッタ植物園の起用の観光をはじめ、1901年に王立園芸協会からビクトリア名誉メダル、ロンドン輪ンネ協会から輪ネメダルを受賞した。キナの木の栽培の功績で薬学協会の名誉会員に選ばれた。キツネの孫化の種。 アフェランドラキンギーやイランソメムキンギーなどに懸命されている。キングは植物の学名で命名者を示す場合にジョージキングを示すのに使われる。ありがとうございます。